What's snooze? スヌーズ、それは口に入れるタイプの無煙タバコのこと。スウェーデンを中心に広く愛用されている歴史ある伝統的なタバコの名前です。タバコの中の分類では火をつけない、いわゆる鍵タバコの一つです。火をつけて吸うシガレットタイプとは違い、タバコの刃の入ったポーションと呼ばれる袋を唇の裏に挟んで使います。15分から30分ほどで味香りがなくなったら取り替えます。スヌースの歴史は古く、1600年代にフィンランドからスウェーデンに持ち込まれ、1700年代後半に一般に広まった400年以上の歴史を持つ伝統的なタバコです。寒冷な気候にあるスウェーデンでは、近年は屋内の禁煙も進み、煙を出さずに室内で気兼ねなく楽しめるスヌースが浸透。その消費量は近年特に右肩上がりの傾向となっています。そんなスヌースについてスウェーデンの人々に実際に聞いてみました。以前はシガレットを吸っていました。でもカフェやレストランなど室内ではなかなか吸えなくなってしまって、だからスヌースを始めたんです。スヌースはこんなカフェの中だって使えるから嬉しいですね。スヌースを使う動作そのものも好きですね。口に入れやすいように形を整えてからゆっくり味わう、このプロセス自体がスヌースを特に美味しく感じさせてくれるんです。今はメンソール系のスヌースが好きですね。気分転換したいときにはパーフェクトですよ。口に一つ入れるだけですしね。スヌースには利点がたくさんあります。両手が空くからキーボードも打てるし、口の中で邪魔にならないからそのまま電話だってできる。タバコのために会議を途中で抜ける必要もないし、寒い中わざわざ外に出ることもない。シンプルでスマートですね。だからスヌースが好きなんです。最近では飛行機やバス、電車の中でシガレットを吸えないから辛かったんだ。でも今はスヌースがあるから平気だよ。旅行には特に便利だね。流れる景色をゆっくり眺めながら味わえるしね。知らない人に煙で迷惑をかけることもない。スヌースはとても素晴らしいと思うよ。便利なところが気に入っているよ。私にとってはとてもありがたいものだよ。両手が空くからひげや髪も切れるし、冬場に寒い外にタバコを吸いに出て手がかじかむようなこともないからね。集中とリフレッシュを与えてくれる。スヌースは便利で素晴らしいものだよ。スウェーデンの人々の生活に深く浸透しているスヌース。タバコ店、キオスク、スーパーといったさまざまな場所で販売されています。いつでもどこでも手軽に、また周囲に気づかれずに手ぶらで使えるスヌース。スウェーデンではごく一般的なものとして生活の中に取り入れられているのです。そんな歴史と伝統に育まれた無煙タバコスヌースが今日本に登場します。日本のタバコを作り続けてきた JT が送る日本人の好みに合った日本独自のスヌース、ゼロスタイルスヌースがついに誕生。